クロさん、おか。まあ、にしても重そうだよな。タカさん、おか。これタカさん、ハンターでいいんすか。大豆の力さん、ラブテスト。ラグありそうだな。大豆の力さん、10秒。10秒か。タカさん、やりたい人いるなら交代。あ、これ感染できんじゃんっていうか。そう、3人感染できんじゃん。俺感染でもいいんですけど、別に。実況。おっと、ここで、がいけるじゃないですか。おっと、ここでまさかの。また大豆さん鬼なの、わら。大山ハンター極める傾向。めっちゃいるんだったら協力狩りでもいいですよね。これブラックジャックって何なんですか、これ。の力さん、ハンターにサバイバー8とか楽しそう。面白そうですよね。え、ていうか別にあれです、こっちで埋めなくてもいいんですよね。誰か適当にマッチングされるのかな。だったらチュートリアルな。あ、チュートリアル、そうだ、それ先言っとくべきだった。チュートリアルしない方が良かった。あ、やるタイプなんですね、チュートリアル。あ、ちょっと待った、危ねえ。ブラックジャックのルールでカードが配られて合計を21にするらしい。難しそう。え、全くどういうことだ。うーん、なんか曲芸師使ってみよう。タカさん、やり直した方がいいよ。1時間はかかる。なぎさん、飛ばし方がわかりませんでした。あー、そ、なんか変なところでチェックボックスにチェック入れなきゃいけないんですよ。あ、野人。大豆さんいいんすか、それで。大豆さん、今なら好きなキャラ選べるみたいだよ。で、その準備キャンセルして、この左のあれで。あ、でも、あ、始まっちゃった。大豆さん、ハンターしかやってないんじゃないですか、もしかして。赤鏡ね。赤鏡つったらまずここしよう。なんだそのハンター、ちょっと待った。なんだそのハンターは。なぎさん、突然ではありますが、ビジネスが立て込んでますので少しやります。はい、ちょっと待って、マジでチェイスクソむずくないですか、これ。なんか意味あったのかな、あれ。あぶね。ちょ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 、よし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 、あー、いけるかこれ。あー、恐怖の一撃。ちょ、なんで最初に俺ばっか死ぬんすか、これ。ここ全力。あー、近かった。チェイスむずいんすけど、まあ、前よりはうまくいったわ。まだいるな、まだいる。なんだこのハンター、何ができるかが分かんないですね。山田近い、山田近い。
あれなんか、あれそっちにいなかった今。くそ、近いな。どうする？うわ、めっちゃ。あざす。くそやこれ無理じゃん、これ。まあ、あの距離、あの時間だったらやっぱ無理なのか。ちょっと俺先に釣るのやめてもらっていいですか？配信してるんですけど俺。配信者割引みたいなのないんすか？なんか。あ、黒さんが。なんかチェイスとかもっとないのかな。豚なんて、ああなんかいるんでしたっけ野人は。あ、これか。糸張ってんな。これがトラップみたいになるのか。これ2個終わって、アイス郵送って。じゃあアイス、別にアイス送られたから俺んところにアイス来るとかじゃない、ないアイテムらしいけどな、これ。ここで、チェイス練習したいな。チェイスの練習。ちょ、雲は分かんねえ。これ移動速度もこれ敵によって違うんですか？これハンターによって。ラダイさん食らったな。アイス郵送とか。クール便でも溶けるっしょ多分。携帯いじってんすか。ああ、決めてんのか今。大さん決めてんすか。気持ちよかったっすか今。ブルブルガン決まりじゃないですか大さん。大さんダッシュ、ダイさんシフト押さないとダッシュが。ダイさん歩いてますよそれ。あ、遊ばれてる。あ、ハンターの時は結構、ハンターの時は結構ハンターしてたんですけどね。え、これ遠距離あんのか。え、何これ。え、積んなくていいってこと。大豆の力さん、クソゲー。リアルでもって、リアルでもって、リアル以外の何でメガネだったんだろう俺。逆にリアル以外の何でメガネだったんだろう。はちみつ逆に1歳さんでは抜けます。はい、タカさん、さっき5連敗したから普通に S だった。
これハンター、俺ハンター知らない人がいいんですけど、いろんなこのあれやりたい、あれやりたいですね。こっちだったら点数入るんですか、このこれで誘えば。このゲームメガネ、ああ、いやこれ違う、俺これアイコンがこれしかないんだよな、アイコンが、アイコンがこれしかない、たまたま手に入ったやつ、ガチャで。タカさん入る。どれでしたっけ。大豆の力さん、捨てが20から増えません。黒さん、お手洗いだけ生かして。これ、あ、OK です。これでキャスクンアイスでし、キャスクンアイスでコメントしてんな。メッセージのとこ、あ、これか。こっちだったらポイント入るんですよね。黒さん、ただいま、どうせそれも、いやいや、これじゃあこれスマホでも。第五人格知らないとか、モグリですか。アプリが先っすよね、これ。なんならアプリが先っすね。あ、正体あれ、あ、そうか、時間があるのか。これでこれでいいんですかね。これでこれでいいんですか。これでいいんですよね。よし、ボコボコにしちゃいましょうよ。ボコボコにしちゃいましょうよ。じゃあ、ちょっとまた俺変えたい。曲芸師とか意味わかんない職業やりたくない。使い方わかんないし。こういうのでいい。こういうのでいいわけ。永民町ね。黒さん、あそこね。大豆さん買えないんだ。わら。一番ダメなやつですね。全然ゲーム知らない、釣りザリオしか知らなかったんだろうな。タカさん、一応言っとくけど、幸運寺弱いキャラ扱いだからね。あれ弱いっすよね、なんか星が。ここチェイスいけんじゃん、これ。なんか飛んでんな。ちょ、大山、そっちか。誰かが、タカさんが食らったのか。あのフォルムってなんだっけ。よし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 、さんがあれか。ちょ、またタカさんがもうこの状態ってことはちょっとやばそうですね。
あ、マジか、もう助けたんだ。じゃあ回すか。あ、またタカさんが。あれ、これやばくない？あ、でも早かったからあれか。見っといた方がいいよな。あ、でも結構助けいってんな。ここは俺は回した方がいいか。あー、くそ。誰かを回してた方がいいっすよね。あ、助かったっぽい。助けられたか。助かった。クロさんがあの状態か。これ俺助けに行った方がいいな。俺まだ無傷ですもんね。やべ。よしよしよし。で、俺がこの背を守ることによって最悪俺が1ダメでいけるっていう。俺が釣ろう。よし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 。ここでもうクソチェイスしよう。間に合った。よし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 。ああ、食らってる。よし、いいよ。チェイスできてるよ。今だ。あ、くそ。そこそこ、いつもよりは。私もこう本気、どんだけ椅子が近かろうが。頑張って。俺まだだいぶ時間に余裕あるんで。あ、いけんなこれ。あ、近いな。近い。あ、クールタイム。やべ、ここは釣りたいっすよね、どうしても一人は。いや、回しちゃってもいいんじゃないかな、これ。3人。あ、来て。上に逃げよう。あざす。絶対ここ自己治癒優先でしょ、これ。
このムーブ合ってるっしょ、多分。間違ってたかもな。先、行っちゃった方がよかったかもな。出口どこだっけ？あれ？これだっけ？これか。よし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 。皆さん回復は、ああ回復しなくていい、あれだ。みんな大丈夫かな？一応。全員生還目指すんだったら釣られるかもしれないから見といた方がいいんですかね。来てんな。よし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 。あれみんな、え、これ俺出たらもう見れないんですか、これ。お先見れないんだ。ちょうどよかったですね。ゲーム終了後のグッドは押した方がポイントもらえるかもしれないから。ああ、上しときました。これちょうどいい、ちょうどいい相手でしたね。ゲーム終わったハンター投稿。ああ。で、ブドブゼット、ユーサン、D。はい。アイデンティティって、わかんのかなこれ。アイデンティティ。これで、経験値が入るわけですよね。ちょうどよかったな。ブドブゼット、ユーサン、アハ、ヒ。あ、わかったのかな。アイデンティティ5。これいっちゃいます。ちょうどいいハンターだったな。ちょうど全員がギリ食らいながらも。レイさんキャラ変えた方がいいんじゃないですか。キャラ変えないっすね。強い意志。大豆の力さん、キャラの変え方がわかりませんね。あ、この準備前にこの左にちょろっと出てるこのコンみたいなやつ、これクリックするとこう出てくるんですけど、こっからサバイバーをして、で好きなの、左から、ああ変わってる、うん、黒さん今ならどのキャラもいけるみたい。使いたいっちゃ使ってみたいんですけど、よくわかんないのが多いんだよな。機械技師でしたっけ、あれ使ってみたいんだよな。メカを操作するやつ、忙しそうだけど。うわ、出た、このリスイチ。ここ、すぐハンター来るから、あれ回してると。だから、あれはする。あれ、すぐハンター来るんだもん、あそこ回してると。もう同じことは繰り返さない。もう。何？何これ。心眼。まさか初手テントとは思わないでしょ、これ。
初手テント回し。あ、俺の胸像が食らってる。どういうこと？あ、なんかこれ突っ立ちになってんすか、もしかしてハンターは。あ、やべ、待て、ちょっと。じゃ、ラグが。重さを考慮した押し方しないと。え、何それ、どういうことなのこれ。どういうこと、どういうこと。どういうことこれ。急にノックダウンされたんですけど、回してたら。タイプライダー撃ってたらなんか。これで多分表示されるんだよな。めっちゃこっそり来るじゃないですか。ありがとうございます。タカさんが釣られてんだよな。タカさんはそこか。これ何これ、どういうことなのこれ。これどういうことこれ。あ、なんか何これ、どういうこと、どういうことこれ。ちょっとどうすりゃいいのこれ。治療した方がいいの。ちょ、これどういうことこれ。これ壊せばいいんじゃない、もしかして。違う。え、何これ、どういうこと。え、とりあえず色あった方がいいのかな俺。こうして、え、この、え、これどっち見りゃいいのこれ。どっちが正しいんですかこの胸像と。え、どっちもケアしなきゃダメってこと。どういうことこれ。ないじゃんこれ、逃げ場ないじゃんこれ。あ、なるほどね。え、じゃあなんかわけわかんない敵来たんすけど、なんか大豆のピカラさん、意味わかんない。どういうこと、どういうことなんですかこれ。大豆さん、どれ、どこだ、そっちか。これ壊しといた方がいいんじゃん。壊せないんだ。あれ、大豆さんの胸像は生きてるけど、ど、ちょっと全く理解ができないですね。何この初見殺しのハンターは。結局のところ大豆さんはこれ生きてんのかな、まだ。
だよそれ、もう何それ。これちょっとミキ、いやいや、じゃあもう意味分かんなかったんでしたって。胸像がどうのでも、ありがとうございます。でもちょっと待って、あのハンターどうすりゃいいか分かんないんですけど。だって俺が普通にやってでもあれじゃん、胸像の方の俺がやられちゃう。ハンターが近くに、そっちか。あ、タカさんが。あー、マジかよ。はちみつ一歳さん、ただいまです。ああ、ちょっと今謎のハンターに。ちょ、わかんねこれ。次あれやられたら終わる絶対。胸像防ぎ方がわかんない。これやられたらもう終わりじゃん。どうすんのこれ。なんか気づいたらもう倒されてんだけど、これどうなってんだ。ここ知らない人っすね。こうしてえ、ちょっと意味わかんない。はちみつ一歳さん、じゃあランク戦してきます。ランク戦。その巨像はどうやって守ってあげればいいんですかこれ。その巨像はあれなんですか、巨像は勝手にオートで動いてるんですかね。強くないですかこのハンター。どうすりゃいいんだこれ。クロさん、スキル理解せず使ってた笑あれ、クロさん何でしたっけ、これなんだっけ。タカさん、巨像は写真撮られた時点で突っ立ったまま。いやマジかよ、そんな鬼スキル。これグッとやめよう。あー、もう消せない。クロさん、射影機みたいなのあってそこから裏世界行けた。それでちょくちょくあれしなきゃいけ。クロさん、そこで自分蘇生したり。そんなんできないでしょう。でもあれに当たったらちょっとまだ対策立てられてない時点で、あいつと当たったらちょっと嫌ですね。なんか疲れた俺これどんくらい溜まった、あれ。あ、6溜まった。タカさん、巨像終了後は暗号機解読も半分になるね。何そのモンスター。
これか。静止した写真の世界を作り出す。これやべえよ。今当たりたくないハンター1位写真家ですね。コソ練した時結構うまくいってたんだけど、あれは相手が良かったんだろうな。もう写真家当たりたくねえ。動画見ないとダメだ。ちょ、一回次ラストいいっすか。写真家終わり嫌だな。あ、出た、高さん今。理解できない状態でうろちょろするのすげえ嫌ですね。嫌な、ちょっと写真家だけはマジで、写真家だけはやめて。わけわかんないからあれ。多分マッチングした人じゃないですかね、多分。俺もなんか知らない人からちょくちょく来てますけど。野人だ。写真家以外だったらとりあえずいいや。芸者でもいい。写真家だけはやめて、マジで意味わかんない。赤教か。どこだ？どこだっていうか、敵は何だ？写真家では、やべ！やっちゃった。ああ、ミスった。チェイスできねえよ。
このピエロってリーチ以外何があんだこれ。あ、でもあと1個か。これ逃げらんないともう無理だよな。あれ逃げらんないともう無理じゃん。まあでもこれ3人いけるよな多分。あと1個で2つ回しててこっち早そう。あ、回った。あと大豆大豆さんどうにかチェイスで。負けないんだよな。強ポジをちょっと強ポジの把握をしとかないとダメっすね。そこに逃げ込めば負けるっていうところを。あ、もうか、クロさんが。こっから負けないとどうしようもないよな。あ。ライブの力さん、こいつの力は。行ったな。ただあで、あ、出口張られてんのかこれ。あー、なるほど、20秒無敵のやつか。そう、あれ、あのスキル使ったんですね。助け出されると攻撃食らっても20秒間無敵だけど、20秒後に痛みが爆発するっていう。だからかなんか食らったように見えたんですけど、生きてたのはそのせいか。あれ、あ、大さんあのスキルつけてたんですか。これいける。はちみつ一歳さん、私だけ奇跡的に逃げ切りました。ハッチですか。これをいける、大さん。いや、なんか不安そう、すげえ。これ、ああ、これ回復して強行突破っすよね。はちみつ一歳さん、いや、ゲートを開けられました。ああ、やべやべ、大さん、あ、やばいやばい、あともうちょっと、あ、中さん、残り時間の間に逃げないとね。なるほど。黒さん、服装、袋をつけて脱出する予定が。
どうにか回復できれば。タカさん、大豆さんに袋をつけてあげれば一発無効化で逃げられた。袋をつけてあげるの接触しないといけないんですか。袋さん、大豆さんに無敵の袋をつけてあげたかった。あれ、ムカつくだろうな。大豆の力さん、手口あったの知らなかったよ。黒さん、最後つけようとしたけど攻撃されそうで逃げるしかなかった。黒さん、遠くからでも行ける。あ、遠くからでも行けるんですか。もうこの謎の中国人から。もうちょいチェイスしてん。やる人、ちょっと疲れて。吹き出しで知らせたのに。入退室適当に。ちょっともう一回やります。チェイス。自分もありがとう。って知らせてた。わら。タカさん。チェイスして。次どうしようかな。どうにか負けな、ね、2回に1回は負けるようにしないと。ダメでしょこれ。毎回あんな、毎回結局目つけられたら終わりみたいな感じじゃ。え、ここ知らないんですけど、この謎の湖の苔村。時間は逆ですよね。ああ、ここを、ああ一回しかやったことねえとこだ。ちょっともう俺を追ってきてくれ。チェイスを、チェイス極める。あいつは追っても無駄だなっていう。あー、もうなんか一人釣られるな。ちょ、練習だと思って俺助け行ってみるか。なんか疲れた、なんか疲れた。一発食らって、もうここ一層一発食らって。どこどこどこ、これ。よしよしよし、俺が食らう、俺が一発もらうから。
攻撃してこないあいつ。なんでだ。あの幸運児がまた あ、もうあいつ無理か。なんでこっちにいんの。そっちか。2個だよな。誰かチェイスしてんのかな。タカさんか。そこか。それ何？え、これ無理か？これ無理か？何その遠距離武器。ちょっともうやめてよそれ。あ、ちょっと待ってください。あいつの多彩なスキルは何あれ。4,50ないあれ。あいつ持ってるスキル。あ、タカさんが。あいつ敵がどこ行ったか分かんない。ありがとうございます。どここれ敵。あ、違う。え、出口どここれ。こっちらへん。うわ、やべえやべえ。ああ、もう。いや、もうこれ逃げちゃった方がいいな。これ、わかんない。敵のあれがわかんない。
どうにかこれ貼っていけないかな。どうにか、これでも出口もわかんないから。これ何これ、これ何なのこれ。これからは離れた方が良さそうだね。これやっぱあれつけてた方がいいのか、やっぱ復活するやつは。箱？あった箱。はちみつ一歳さん、治療できてるならいいけど。もうこれ黒さん、もうこれ出れるようだったらもう一人で。あ、違う。あ、黒さんが。あ、もう無理だ。これもう逃げちゃった方がいいですね、もう。最後まで、最後まで。黒さん、迷子なって追われてゴールの暗号解除中に追われました。あ、あいつのスキルもわかんねえ、なんか何個かあるよな、あいつ。多分あれランダムじゃないですか。レッドバイデイライトと一緒、一緒だとすれば。タカさん、一人が椅子に縛られてて、救助された時に暗号機5台目をつければ1ダメージ回復する。一人が椅子に縛られて救助された暗号機5台目。ああ。黒さん、逃げる気満々ではあった。あれか、あの中なんちゃら。タカさん、1は3箇所くらい決まってて、そのうちの5つ。そういうのも覚えてりゃ有利ですよね。まあ、まだいいや。やってりゃ、やってていよいよ必要に迫られたら覚えよう。散歩して。ちょっとチェイスもうちょい自信持ちたいな。あとリスポーン位置とかもどうせうまいやつ覚えてんすよね。やばそうだぞこれ。覚えるのこといっぱいありすぎてめんどくせー。いやもうそりゃだってマップが7、ハンターは何人ですか。レイさん疲れたんで。ハンター7ってこっちが使うのもいっぱいあるし、スキルもあるんでね。ハンターのスキルぐらいは覚えとかないとちょっときついっすね。メインの、せめてメインの強キャラ。
とりあえずやばいの写真家と今のやつわかんない。ここチェイスしやすそうじゃない。あ、ミスった。やべ、もう早速ミスった。一人向こうか、タカさんか、タカさん側にハンターか。もうそんな距離無理じゃん。タカさん、まだ、あ、そっちか。やばい、こっち向かってきそう、そろそろ。来てんな。タカさん、チェイス中。じゃあ、これ、ラグが、ラグというか、重みが、そっちか、まだそっちか。釣られる前にもう行っちゃいたいな。あ、やべ、やっちゃった。まあ、いや、今どうせタカさん追ってるから。だよ、それ。おい。俺が食らえば。あれ、タカさん食らっちゃった。タカさんどこ行った。あ、大丈夫か。俺がチェイスして、ここ一発食らいながら、あとは俺が逃げ切れれば、これちょうどいいチェイスなんですよね。いいチェイス。俺が食らって、オッケーオッケーオッケー。でタカさんが逃げれてればいいんだけど、あ、ダメだった。あ、違う、さっきのタカさんが食らって20秒間の間のやつか。いや、これ釣られる前にどうにか。よし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 、おとりになれた。おとりにはなれた。回復したい、回復して差し上げたいけど。俺がチェイスした方がいいよな。俺がどうにかここで引き継ごう。俺の方来ねえよな、これ。来た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 。バカめ。あとは俺が逃げれれば最高。よしよしよし、これいいんじゃん。これで
よし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 。はい、ミスった。うわ、なんだよこれ。なんだよそれ。これ何これ、なんか解除しなきゃやばそうだよな。でもどっちにしろやばい、タカさんが。いやーこれタカさんもあれか、3回目っすよね。道なき道、道なき道。あ、どけお前、おい。あ、お前それずるいずるいずるい。あ、ずるいことされた。はい、チート。バン。もうちょっとアカウント調べて、誰か。こいつのアカウント。バンだろこれ今の。バンだよな、バン対象っすよね。ハチミツ一歳三黒三でぶち。引き分けにどうにか。もう俺力さん通報ものですわ。今のこれはさすがにあれですよね。めっちゃチート使う私。これちょっともうこの二人逃げたらもうあれだよな、引き分けっすよね。もう俺がここで耐えてる間、耐えてる間に。と任した。はちみつ一歳三出れた。たかさんガラスが。はちみつ近いな。三できるよ。しかも一回食らってんのか。厳しそう。タカさん、クロさん釣られてももうワンチャンスある。え、マジっすか。あ、農家主だからなんかそういうのがあるんですか。あ、でもチェイスいけてる、どうにか。あ、やばい、やっちゃった、それよくあるやつ。こいつのスキルは何なんだろうな。あ、何これ。何でした今の。タカさん、ハチミツさんが出ちゃったから試合終わった。あ、そういうことか。残ってたらなんか脳幹視の何かがあるんですか。ハチミツ一歳三出ぶちいたけど敵来たから出ました。黒さん迷子ならなかったら。これチャットってどの距離まで行けんすかこれ。すみませんチャットって全距離位置わかるんすかこれ。全距離位置わかるんだったら結構いいっすよね。マップはずっとやってると見慣れるよ。これチャットの力さん出口見失ったら終わりじゃね。
きついですよね。813チャット、あのチャットしたところがマップに表示されるじゃないですか。チャットした人の方角が左上のマップに出てくる。あれって全もう全距離ですか？近くの人のチャットだけじゃなくて遠くにいる人のあれも表示されるんですかね。この左上のマップのやつはだとすればガンガン使ってった方がいいですよね。近距離しかダメなんだったら微妙ですけど。高さん、全距離か。あ、全距離か。あ、じゃあ出口見つけた人がチャット打ちゃいいんじゃないですか。出口の方、出口前で一回チャットを打てば。チャット全距離か。はちみつ、一歳、三、サムシン。これ怪我って率先して直してもらった方がいいのかな。怪我したら合流するためにチャットでこう手を貸しての。まあ、するべき時としないべき時があるんだろうな。これめんどくさいですね。はちみつ一歳さん、ハローがスルーされまくってます。ハロー。タカさん、次のマップは左上、北西、と下、南。あー、ここ、あれか、さっきのどっか嫌なとこじゃん、これ。大豆の力さん、次カスタを所望するハンターやりたいんですか。一歳、三、あーです。黒さん、了解。あの画面のチャットのやり方わかんないんですけど、あれここよくわかんねえ。俺の位置を。あ、ピエロ？これピエロだっけ？タカさん、チーでチャット。俺とチェイスしようってか。お前ここ板ねえじゃねえか、全然。いやもう。俺は巻くことさえできれば回復ができる。そういう特殊能力持ってるんで。攻撃しないで、やめて、攻撃しないで。ちょっと待て、お前、板ないか。たどり着け、あそこまで。うわ全然できない。ちょっともう位置関係が分かんねえ。どこにあんだよ、板。全力で。真ん中方向に走ってった方がいいんだろうな。外周走っちゃうとイン取られちゃうから。いないな。ああ、ございます。やべ、インナー近く。秘密、一歳、
強行回復でしょう。ここは強行回復。あ、大丈夫です。あと2個じゃん。ハンターが近くにいるが、クロさん、そっちか。タカさんが、あー、クソ、今見逃した。そっちか、こっちか。そのスピード、いやもうこれ、ちょっと待って、ちょっと待ってください、これ、なあじゃ、くっそ、思ったより早えよ。クソ、クロさんが、あとタカさんが頭抱えてる。やばい、これ俺が何とかするしかないやつじゃん。ハチミツ一歳三ピエロ嫌い。はあ、これマジで一発食らっていくしかないか、これ。ハチミツ一歳。なんで一撃なのこれ。あれ、俺回復し終わってなかった？クソ、積んだ。これどうやってあれするんですか、これ。ハチミツ一歳三無理ですね。これどうやってあれするんだ。投稿したいんですけども。ハチミツ一歳三ワンパン持ってる。あ、ワンパンとかあんのか。どうやって投稿するんですかこれ。クロさん回復はしてたね。あ、回復、あ、ワンパンか。ハチミツ一歳三投稿。たらよかった。あ、止まった。タカさんマークで。何ワンパンって。俺の知らないスキルばっか使いやがってこいつら。ワンパン返しないんすか。ワンパン返し。ゲーム始まったらすぐ板の近くに棺桶を置いた方がいいよ。棺桶カスタム、ちょっと一回カス、これどうするんですか。このまま作っちゃっていいのかな。これ大事さんはハンター狙いですかこれ。黒さんっぽいですね。置くの忘れてたって思いました。脳幹視って何なんだろうな。俺もたまには違うの使った方がいいんだろうな。はちみつ一歳さん、タカさんありがとうございます。大豆の力さん
クロさん結構やっててくさ。あ、これ第3こっちでいいんですか、サバイバーで。なんかハンターやりたい人います？いないんだったら俺芸者やるんですけど。ハチミツ1歳3脳幹視の練習する。あ、これでこれでいい。タカさん3人逃げたら勝ちだから、5大解読済みんだら助けに行かない方がいい。あ、勝ちゃいいんですもんね。クロさんがハンターで。ちょっと俺キャラ変えるか、カスタムだったら。なんか面白そうだったのがこれなんだよな。これ磁石のやつでしたっけ。これ磁石のやつだ。使い方わかんないけど、まあいいや、やってりゃ多分わかるよ。第三の野人だ。もうちょいコソ練必要だったな。ちょっともうガンガンあれですね、コソ練中にもうわざと鬼の前に顔を出してチェイスの練習を。するぐらいの意気込みで。そういった心持ち。軍塾、軍校、軍校っすね。軍校はまず、こっちを。どこここ。チャットすることによって自分の位置をまず。やっべ、まあいいや。いや、よくない。これよくないね。発電機回してる。ちっちゃい、めっちゃちっちゃいっすね、あれが。これよ、もう俺これあれができる気がしないから。あ、やべえ、これクソバレた、あれがバレた。邪魔になってる、すごく邪魔になってる。大豆の力さん、ハチミツ1歳3何回失敗するの笑。あ、ちょ待って、じゃラグが、これタイムラグが、これ。解読に集中して。何これ、あれ、あの、そういうスキル、それともこいつが、こいつってもしかしてこれ苦手なやつ。失敗する分解読したのが減るからね。
これの方がいいな、まだ一回外れるっていう、これデッドバイデイライトで見たこのムーブ。大豆さんがお祈り中。何が起こった今。今何だったんだろう、ちょっと分かんなかったな今。なんかでも緊急脱出みたいのしたのは分かった。磁石に邪魔されたんだけど、わら。磁石。どういうこと？ちょっとわかんない。なんすか磁石？これどういうあれなんすか？ちょっと変なの選ぶんじゃなかった。あやべん。ちょっとわかんない。どういうことだこれ。N 極と S 極があるってことは知ってるんですけど。じゃあもうわかんない、これもう磁石わかんない、これ磁石がわかんないですね。いやなんかもう磁石を使いたかったんですよね。なんか磁石うまいこと使ってたんですよ、俺の見た動画で。ハンターにうまくつける、ね、どういうこと。なんで俺が助かってんのこれ。歩いちゃって、もうちょっと、もうやだ、もうやだ。俺も磁石投げた時点で心が折れてた、もうすでに。
磁石投げます。磁石の付近でチェイスします。その時にその技使って時間稼ぎ。磁石投げて敵につけて N 極つけて N 極使えば吹っ飛ぶんですか。ピキリ法ですわこのゲーム。高さん、脳幹視使いやすいと思うよ。脳幹視は全く分かんないですね。脳幹視よく分かんないの使うと途中で心が折れるからもうやめよう。調べてからにしよう。サイズの力さん、意味わかんなくてピキれる、わら。でも分かんないともう途中で、あ、もうダメだってなっちゃいますね。分かんないことが1個でもあると、あ、もう分かんない、もうダメだってなっちゃう。あれがいいのかな、やっぱ超講師でしたっけ。わら、8か。あれ2個でしたっけ。2個発電機が動いた、発電機じゃねえや、まあ発電機でいいか。発電機が動いてたら8開くんでしたっけ。ちょっともうダメだ、やっぱ今日ここでこれ終わります。もうちょっとやっぱもうちょい生きんなきゃダメだ。もうちょいこそれん積まないとダメみたいです。それん中結構うまくいってたんですけどね。脳幹視は棺桶設置するだけ。ちょっと待った、脳幹視見てみるか。脳幹視。蜂蜜一切さん終わるの。ちょっとこれ大豆の力さん多分楽しめるの2ヶ月後くらい。あ、逆にもうじゃあかげ月級っすね。逆に身代わり人形を入れた棺桶を召喚できる、同時に自分の視野蘇生状態に。そうす、だからそれなんか俺も心折れてたのに。黒さん、地下の椅子良かったですね。地下はやっぱデッドバイデイライトでもあそこを釣られるときついですもんね。ああいう地下3台か、2台の時だったかな。まあ、なんか身代わりになって死んでくれんのか。ハチミツ一歳さん楽しいですね。もうちょい分かんないとちょっと忘却の構成を紛失。これがあれでしたっけ、ちょっとずつ回復していくやつでしたっけ。ちょっと分かんないな。青ちゃんありがとうございます。立ち回り分かったらこれ結構手に汗握りそうですけどね。手に汗握るとこまでが長そうだな。今もうわけわかんないしね。あ、もうあっつってもう釣られてるんでね。バカみたいに釣られてるだけなんで、ちょっとキャラの方がいいかな。空軍とか脳幹視とかマジシャンとか。
大豆マジシャンよくわかんなかったですね。しかもカスタムでしか使えないんじゃないの？あ、いや、今、なんか今なら期間限定で全部普通に使える、使えますね。今日はいけると思ったんだけどな、コソ連の結果。コソ連の結果、今日いけると思ったんですけど。ダメでした。コソ連するってことは、このハマる余地があるんでね。ちょっとアイデンティティ。ハチミツ一歳三ミミズするんすか？いやどうしよっかな。大豆の力さん1日2日でいけると思うなよハゲ。いやいや昨日よりはこれ立ち回れてんなっていうふうに思ったんですけど、それハンターが弱かっただけだな。とりあえずちょっと一回あれします。タカさん、マジシャンはステッキ使えば巨像が直進に進み続ける。自分は透明になってその間に逃げる。そんな感じ、なんかそんな風には見えたんですけど、あれハンター側から見たらそういうことか。蜂蜜一歳三重なってる。大豆の力さんデコイか。なんかあれよく分かんなかったんだよな。蜂蜜一歳三これ抜けられないの？これ、ね、あれ俺がそのまんまあれしちゃったからかな。重なってる。はちみつ一歳三抜けれた。第五人格切ったあとすごい重いんだよな。なんかみんなびっくりするぞと思ったんですけどね。ダメだったな。タカさん、アンタアンドで家作ったよ。あ、もうそんなとこまで行きました。いろいろ使っててもそのキャラ理解してないとダメっすね。そうですね。敵も把握しとかないといけないから、ハンターも自分で一回やってみた方がいいな。タカさん、ラグ30秒くらいある。一回、あ、どの道一回切るんで。大豆の力さん。ラグイから放送切り直してください。ちょっと待ってください。